も散財系 YouTuber の柳谷修と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はなんとベイクルーズさんの、ちょっと今なんて言ってんのか分からなかったベイクルーズさんの展示会に潜入ということでですね、まあ、ちょっとね春物とか先取りしてたくさん見ていこうかなと思います、はいはい、ということでスタート、はい、はい、ということでまずはですね AP スタジオさんから行きたいと思います。 AP さんといえばですね、私のイメージで言うとカジュアルめなアイテムが多いんですが、カジュアルとはいえすごくですね大人っぽくて、着るだけでこなれておしゃれになんか見えるぞみたいな服が多いブランドさんなので、私も結構ねよく購入させていただいてるんですが、ちょっとその AP さんから見ていきたいと思います。私柳谷修はですね先ほど聞きました、デニムがおすすめだって。可愛いですよねこれ、見てください、めちゃくちゃハイウエストです。すんごい股髪をお持ちです。本当ですね。すごいけどでも可愛いですよね。なんかハイウエストってこうちょっと一回下火なんじゃないか疑惑が出ましたけど、やっぱりスタイルよく見えますし、ハイウエストだとなんか落ち着くんですよね。私はこういうスタイリング可愛いですよね。大人になってくるとカジュアルってなかなか難しかったりするんですが、アイテム自体のシルエットが綺麗だったり、シャレてるともう着るだけでねなんか素敵になるので、そういうところでやっぱすごいエピさんお上手だなっていうイメージなので可愛いですよね。あとはこんな感じでね、ちょっとスタイリッシュな感じのアイテムもおすすめだそうで、可愛いですよね。ここで私だったらですよ、こういうの着たらヒールとか合わせたくなるんですけど、はいはい、ここにビーニー、ニットのビーニーとスニーカー合わせるあたりがもうさすがですよね。しゃれてます、うん、であとねちょっとねおすすめ聞いたんですけど、こちらですね、なんかセイコーさんとのコラボで AP さんが出してるやつらしいんですけど、時計です。めちゃくちゃ可愛くないですか。なんか最近こういうちょっとごつい時計とかをつけてる女性多くて、すごいおしゃれだなと思うんですけど、これめちゃくちゃ可愛いですよね。なんかシンプルなスタイリングにこうちょっとね大きめの時計を入れてあげるだけでまたね印象が変わるので、すごい可愛いですよね、はい、これすごいいいなと思いました。でこれこっちもオリジナルだそうです。からのAP という主張が可愛い可愛いですよねこれ、うん、これはちなみにアメちゃん入れですか。あ、そうですね可愛いですよねこれすごい可愛い。 AP でティアナというブランドの別注になります。可愛いですよね、すごい可愛い、はい、アメちゃん入れ。ちょっと、ね、気になったのがこのパンツですね。私 AP さんはパンツがすごいね綺麗なんですよ。お上手だなっていつも思っていて、うん、これちょっと多分サンプルなんであれだと思うんですけど、はい、可愛くないですか。カジュアルにも綺麗めにも着られるようなシルエットなんですよ。お後ろのシルエットが可愛い。でちょっとね着丈が長めだったりとか、ほんのりフレアになってるパンツとかも多くて、これとかだったらまあ普通にこんな感じでねカジュアルなカットソー合わせていただいても可愛いと思いますし、こういうタートルに合わせたらちょっとね綺麗めな感じにも仕上がるので、こういうパンツあるとめちゃくちゃ使いやすいですよね。あとはですね見てください、これスケスケです。可愛くないですかこれ透けてるの、うん、すごい可愛いです。着るとこんな感じですね。ちょっと今下が黒いんであれですけど、この下に T シャツとか着ても可愛いし、うん、もうちょっと暖かくなったらタンクトップとかキャミソールと合わせても可愛いですよね。なんかタンクトップとかキャミソールを1枚で着ると結構抵抗があったりするんですけど、こういう透け感があるアウターとかを合わせてあげたらデイリーに使いやすくなるかなと思います。こういうスウェットも可愛い、はい、これシンプルなんですけど着るとね絶対形が可愛いやつ。一見シンプルなように見えて、こういうちゃんと形が綺麗だからシンプルなんだけどなんかおしゃれに見えるっていうのがやっぱ AP さんの凄さですよね。可愛いですね。横の身頃がなんかマチがあって、はい、多分ちょっと立体的に出るような感じになってて使いやすいですよね。ちょうどお尻も隠れるし、これ欲しいな、うんうん、あとはやっぱりこういうねセットアップ的なものですよね。すごい落ち感のある、なんかこういうのをさらっと着こなせる女性になりたいです。可愛い、着心地が良さそう松尾さん起きてますかあとはですねこんな感じのスタイリングが AP さんっぽいですね。綺麗めカジュアルというか大人っぽい感じですね、はいはい、まあ、こういうフーディーパーカーとかって、まあ、大人の女性が着こなすのはちょっと難しかったり普通になりすぎてしまうというか、部屋着感が出やすいアイテムなんですが、こういうスタイリングをしてあげることによってまたグッと印象が変わりますよね、はい、このねスタイリングとかやっぱAP さんっぽいなって勝手に思ってます。可愛いですよね。これにですねきっとこういうの合わせちゃったりするんですよ。でこれにちょっと華奢なヒールパンプスとか合わせちゃうのよきっと。 AP さんなら知らないけどあの甘辛のバランスとかを出しやすいので可愛いですよね。先ほどもいらっしゃったやつの仲間ですかね。キラキラの可愛いビーズ的な、結構重いです。
重量感あります。どうしよう、何入れる？ SD カードとかすごい可愛い、うん、あとはデニムですね、先ほどもありましたけど丈短め、ね、これとかだとショートブーツと合わせても可愛いですよね。春なんでまだねショートブーツとか入ってても全然いけると思うので可愛いよね。ちょっと春ということで足を出してみよう。ショートパンツも可愛いですね、可愛いです。やっぱりでもこのショートパンツもやっぱ大人の女性が着るには抵抗がありますあります。やっぱねちょっとあるんですけど、こういう感じのカジュアルめなアイテムでかつ丈が長めのものだったらそんなにね抵抗感なく着られるかなと思いますし、春とかだったらまだねあのロングブーツちょっと色が淡い感じのロングブーツとか合わせていただいても全然可愛いと思いますし、うん、こういうのにこんな感じで着丈が長めのジャケットと合わせてあげたらそんなに足頑張って出してます感とかも出ないと思うんですよね。なのでこういう感じのスタイリングも可愛いですね。中はカットソーとかキャミソール入れていただいて、うん、このジャケットも可愛いですね。うん、可愛い。めちゃくちゃ使えそう。しかも軽くて、これ春だけじゃなくて夏とかの紫外線対策とか、はいはい、そんなにあの厚手の生地じゃないので、はい、いろいろ使えそう。可愛いですね。なんか春夏のアイテムの割に色味が秋っぽいなって思いました。確かに色味が春夏のイメージだと、結構パステルカラーとかそういうのが多いイメージですけど、今回 AP さんあれですね、ちょっと色味が落ち着いたアースカラー系がメインですけど、なんかあったりするんですか？今回なんかニュートラルカラーみたいな、ちょっとニュアンスのあるカラーですとか、あとデザートトーンでちょっとブルーの淡い感じのブルー、そういったところでちょっとこのシーズンの気分を表しているような色展開になってます。ニュートラルカラーだそうです。でもなんかあの春だからといって必ずしも明るい色をね着ないと春っぽくならないってわけじゃないと思うので、私は素材感だったりとか、まあ、雰囲気をね変えれば春っぽさっていうのは全然出せると思いますし、私このジャケットすごい素敵だなと思って、すごい素敵ですよね。ボタンが見えないですね。そうですね、肩パッドがしっかり入ってるタイプですね。これは素敵なんじゃないですか。可愛いですよね。これなんて言うんですか、ツヤっとしてる。そうですね、ちょっとねあの光沢感があるような生地で、ちょっとオーバーサイズなので、さっきみたいに中にあのパーカーとかフーディー入れても可愛いと思いますし、逆にこういう感じでミニスカートと合わせて甘辛なバランスとかを作ってあげても可愛いかなと思います。これ可愛い、欲しい。でもあんま着なさそうな色味ですね、柳橋さん。そう、意外と好きです。これちょっとこういう感じのニュアンスカラーは好きです。ベージュとかはね普段そこまでたくさん着るわけじゃないんですけど、ベージュすぎないので使いやすいですね。これとかもちょっとグレージュというか、はいはい、グレーでもないベージュでもないカーキでもないってい う、そのなんかいいとこ取りのお色なので、はい、いや私カーキ苦手、私ベージュ苦手、私グレー苦手、みんないけるよみたいな感じで、すごい使いやすいなと思います。なるほど。このとかもすごい素敵、可愛いですよね。大人っぽいね、さらっとしてるの、ね、これすごいストーンとしたシルエットがまたおしゃれでございますよ。すごい素敵。じゃあということでですね、ちょっと次のブランドさんにそろそろ参りたいと思います。はい、はいはい、ということで続きましてはみんな大好きイエナさんでございます。イエナさんといえばコンサバが好きな女性にもね強い味方っていうブランドさんなイメージなんですが、ちょっとね見た感じ今回イケてます。イケてますっていうか、ちょっと華やかな感じのアイテムが多いですね。もともとねあのすごく本当に素敵なブランドさんで、私もよく愛用させていただいてるんですが、私の勝手なイメージだと若干まあおとなしいというか洗練された使いやすいアイテムが多いというイメージだったんですが、見てください、なんかちょっと攻めていらっしゃいます。はい、可愛いですね、すごい素敵。チュールとレースが、そうですね、チュールにレースの刺繍ですね、可愛い。でこのスタイリングのポイントなんですけど、ベーシックなシャツにこれをかぶせる、うんうん、素敵ですね。こういうシャツって皆さんこう1枚2枚3枚ぐらい持ってるじゃないですか、はい、こういうのをねこうプラスするだけで一気におしゃれ感も出ますし、そうか、これは別でつけるってことですね。そうなんじゃない、わかんないけど、どうやって取り外すんだろう。こうじゃないかぶるんですか、あのタスキ方式じゃないですか。タスキ方式わかんないですけど、でもこういうのも素敵だなと思いますし、私ねちょっといい一つもう入ってすぐ思ったのがこれですよ。素敵ですね、このデニムオンデニムにこのチュールのコサージュ、この組み合わせがすごい素敵ですね。このデニムオンデニムっていうのもなかなか普段やるにはハードルが高い着こなしだったりはするんですが、可愛いですよね。デニムっていうのはもともとカジュアルなアイテムでございますので、そこにちょっとコサージュを入れることによってまたグッと雰囲気が変わりますし、絶妙なサイズ感のデニムジャケットに絶妙に同じ色のデニム、うん、もう完璧です。結構タイトめに見えますよね。そのねバランス感がいいなと思います。これが例えばオーバーサイズのジャケットだと、はい、ちょっと
メンズライクになりすぎてしまうと思うので、はい、このバランス感がもうさすがイエナさんだなと思います。うん、やっぱオーバーサイズのデニムジャケットすごい可愛いんですけど、本サバが好きな方って使いにくいと思うんですよ。大きすぎず小さすぎない感じ、可愛いですね。で、あとはですね、こういうチュールのスカートですね、もう膝下透けております、攻めております、もう透け透けですよ、可愛いですね。こういうのとかすごい素敵だなと思います。まあ、ベーシックな、ね、ジャケットにこのボトムだけちょっと攻めた感じのを入れるっていうスタイリングもすごいおしゃれですよね。で、あとはですね、ちょっと先ほどお伺いしましたが、日本初上陸のブランドが今回あるということで、見てください、可愛いワンピース、これね、二の腕カバーに最適なやつです。可愛いですね。こういうワンピースもすごい素敵ですし、こういうトップスも皆さんお好きなんじゃないですか。こういったデニムを合わせてあげても可愛いですね。はい、バランスがすごいですね。コンパクトなトップスにワイドめなデニムを合わせてあげると、上がなんかねキュッて見えるキャシャに見える、そう、キャシャに見えて、こう女性らしさとか甘さがいい感じに出て、はい、これ私こういうバランス好きなんですよね。ちょっと二の腕痩せないとこれ着れないかもしれないですけどね。あ見てください、すんごいワイドなパンツ、かわいい。こういうインパクトがあるボトムを1個持っておくだけで、 T シャツ合わせるだけでおしゃれになれるんですよ。超おしゃれですよね。例えばこれがシンプルな無地の T シャツだったとしても、あ、もう人めっちゃおしゃれだなって見えるんですよ。コーディネートするのあんまり得意じゃないっていう方は、こういうパンツか、もしくはですね、こんな感じでデザイン性のあるボトムっていうのを持っておくと、はい、適当に T シャツとかシンプルなトップス合わせておくだけでおしゃれに見えるっていうのがポイントですね。おすすめです。このスカートも可愛い、素敵ですよね。あとはですね、こういうレース素材の、これ、ね、多分この中にデニムを履くんですね。こんな感じでデニムの上から1枚入れていただくだけで可愛いですね。春っぽさも出ますし、普段のデニムスタイルの印象がまたねグッと変わりますよね。これさっきの色違いか、素敵、素敵、可愛い、これすごい素敵ですよね。オーガンジーに下がレースの刺繍になっていて、まあ、あの中にペチコート入ってますが、膝下からもうすっきすけですよ。可愛いですね。あの黒が好きだよって方でも、春とかだとちょっと重いなと思うじゃないですか。でもこういう感じで透け感があるアイテムのものを入れていただければ、春でも黒そんなに重くならず着ていただけるかなと思います。でもやっぱこういうツイード素材のトップスとかも春って感じ、可愛いですね。素敵ですよね。やっぱね、着たくなりますよね、春は。ちょっと小物とかも見ていきましょうか。この辺のバレーシューズ可愛いですね。こんな感じになっておりまして、これそれぞれお素材が違うんですよね。バレーシューズってやっぱり履き心地がいいんですよね。歩きやすいし、こういうカジュアルなデニムとかのコーディネートに合わせてあげるだけで、ちょっとねこう可愛らしさを演出してくれるアイテムなので、1個持っておくと結構使えたりします。こういうねレースとかのバレーシューズだったら春っぽくていいですよね。別にあのタイツとかを合わせても可愛いので、普通にオールシーズン使えるかなと思います。個人的に好きなアイテム、可愛いこの透けドット、可愛い。私こういうお靴好きなんですけど、コンサバの服にこういうのを合わせるんじゃなくて、デニムとかにあえて足元だけ甘くする、そういうバランスが可愛いなと思って。なんかこういうちょっとリボンがついたねパンプスとかって、どうやって使ったらいいか分かんないとか、可愛くなりすぎちゃうんじゃないかと思うかもしれないですけど、カジュアルなお洋服の時に足元だけちょっと甘さを入れてみてください。そうすると一気に女性っぽくなりますし、バランスもまた変わりますので、こういうの持っておくと意外と使えます。ちょっとね、今おすすめを聞いたらこちらをご紹介されたんですけど、これビニールバッグなんで結構大きい割にはまず軽いんですね。あとね、なんとこのシールがですね、自分で好きに貼ったり剥がしたりつけたり、うん、取ったり一緒やん。自分好みにカスタムできる仕様らしいです。これ可愛いですよね。大人が使いやすいビニールバッグ少なかったりするんですけど、うん、こういう感じでね、あえての外しというか遊び心があるアイテムって可愛いですよね。あとまあこんな感じでね、スカーフとかチャージャラつけても可愛いですし、まあ逆を言えばシンプルにね持っても可愛いですし、いいですね。物も入りますし、なんか中透けるので可愛い自分のお気に入りのポーチとかをこういっぱい入れてても可愛いですよね。そういうのをなんかこうちょっとさらっとデニムスタイルとかに落ちたら洒落てんなと思いますよね。ということでですね、イエナさんは以上で、続きまして次のブランドさんに行きたいと思います。花畑ということでですね、続きましてはスローブイエナさんでございます。スローブイエナさんといえばですね、イエナの妹ブランドみたいな感じなんですけど、イエナさんよりはちょっとねこうポップというか
可愛らしいアイテムとかも多くて、もう見てるだけで楽しくなるお洋服がたくさんありますので、ちょっとそれもチェックしていきたいと思います。これめちゃくちゃ可愛いなと思って、この靴可愛くないですか？スパンコール、これ素敵ですね。こういうのをデニムの裾からこうチラッと見せたいですね。可愛いです。あとね、このつながりでですね、こちらです。これも可愛い。すごい可愛い。見てこれ、なんかこういうのをちょっと入れるだけでグッと春感出ますよね。これはいいですね。この2つちょっと欲しいな。こういうのね、もうさらっとデニムと T シャツに合わせたらもうおしゃれさんですからね。でですね、ちょっとこれ見てください。可愛い。よく見ると重ね切ってる、重ね切ってるっていう日本語は正しいかどうかはなはだ疑問ではありますが、薄手のものを2枚。そうですね、この薄手のカットソーを2枚重ね切ってます。かわいいですね。しかもちょっとこれお肩が出ている、かわいい。これはおしゃれですね。このね、重ね着感と淡いお色のマリアージュ、マリアージュすごい素敵ですね。素敵ですね。で、下見てください。もうちょっと一歩間違えたら犯罪ぐらい透けてます。かわいいですね。やっぱね、こういう透け感があるお素材っていうのは春かわいいですよね。ちょっとなかなか勇気のいる重ねではあるんですが、やりたいスタイリングですよね。ちょっとあと3キロぐらい痩せたら着ていいかもしれない。そうですねあとはですね、まあ、こういう鮮やかなカラーのカットソーとかカーディガンも絶対使えるなと思いますし、ピンクも可愛いですね。それも重ね着スタイルですね。それ重ね着ってます。これは可愛いですね。重ね着ってると可愛いですね。可愛い。カジュアルな感じでピンクなので、カジュアルなアイテムを合わせてあげた方が甘くなりすぎなくて、多分取り入れやすいと思うんですよね。あとはこんな感じのホワホワちゃんも出てまいりました。ホワホワ可愛い。こういうお素材いいですよね。これもね、デニムとかに合わせるだけでも完成しますから、コーデがフワッとしてるんですけど、ここのお首元がこうちょっとボートネックっぽいというか、はい、広めに開いておりますので、着膨れはそんなにしないかなって勝手に思ってます。この辺がスッキリしてると、なんかこうボリュームがあるトップス着てもそんなにモコモコにならないので、はい、こういうのやっぱ上手だなと思いますよね。あとはですね、こういうスカートも切り返しが可愛いですね。可愛いですね。使えそうですね、こう春に。黒バージョン。先ほどの横が開いてるんですね。あ、そうです。あの前掛け方式、前掛けというかちょっとこうエプロンっぽい感じで。横開き、はい、巻きスカートってやつですか。そうですね、まあ、これなので中に何か必ず入れてあげないとちょっと公然わいせつ剤になっちゃうんですけどこんな感じでね、デニムと合わせてあげても可愛いですね。可愛い。可愛い。もうおしゃれ。やっぱデニムにこのシアー素材を重ねるっていうのは春のトレンドなんですかね。でもこういうの重ねるだけでやっぱグッと雰囲気変わるんでいいですよね。まあ、デニムとかね、皆さん持ってると思うので、この上のね、これだけちょっと重ねてあげて、新しいスタイリングも楽しめるかなと思います。こんな感じのカジュアルなアイテムも素敵ですよね。かわいい。タンクトップの形が。これも重ね切ってる？切ってるんですか？重ね。セットで重ね切れるという、一個買うだけで重ね切れる。タンクトップです。プレスさんも重ね切るという私のニューワードを使っていただいてとても嬉しいです。春は重ね切ってください。で、このね、ちょっとショート丈の爽やかなボトムを入れていただいてね。そうですね、ちょっとこの立体感というか、あのニュアンスがある生地感が可愛いですよね、はい、で、これこんな感じで、ね、上羽織っていただいて、生地感にニュアンスがあるっていうのがまたおしゃれですよ ね、 いいですね。こうちょっと薄手のペラペラーな感じの透け感のあるタンクトップに、うんうん、ちょっと重みのあるスウェード、うんうん、そして立体感と高級感が出る、まあ、なんていうか、まあ、そういう素敵な素材可愛いですよね。いい素材と素材のマリアージュですね。っていうと、もうこっちもそうですね、同じです。シアーシャツにパキッとしたデニム、はい、かわいい。素敵ですよね。これどうやって落ちないんですか？チチで頑張ってます。あ、チチで。チチ頑張り。一応ゴムは入ってるんですけど、まあ、基本チチ頑張りで。でも可愛いですよね、これ。これ真夏になったらこれ1枚で着ても可愛いし、うん、上からジャケットを羽織ってあげても可愛いんですよ。だからこれ使えるんじゃないですか？使えますね。年中使えそうな。ね、年中使えますよ。だって冬とかだったらさ、タトルネック中に重ねて、あ、ダメだ。もう多分伝わってるので大丈夫。これいいですよね、可愛い。で、あとはこのスカート可愛いんです。素敵。ピンク可愛い。春だねっていう感じです。ピンクにグレーお好きな組み合わせじゃないですか？そうですね。でもこれ、ね、お上手だなってやっぱ思うのが、ピンクの、はい、グラデーションされてます。重ね切ってます。ピンクで重ね切ってグラデーション1、はいはい、で小分けに抱えたシャツでグラデーション2です。確かにこれも薄いピンクなんですね。薄いピンクでね、こう全体の統一感を出してますよね。すごい。でもこれ、こう逆パターンだと全部がピンクになっちゃうんですけど、はい、このグレーを入れることによって1回
ハイピンクをセイってしてます。これ可愛いですね。こういうのも可愛いです。まあ、あの今お手元にジャケットをお持ちですけども、彼女これ普通に羽織っていただいたらね、もうちょっと肌見せの分量も少なくなると思いますし、可愛い。この組み合わせすごい可愛いですね。あ、そういえばこのバッグ、さっきの私のお気に入りちゃんの色違いですね。これも可愛い。ギランギランで、ギランギラン。シルバーの小物ってすごい使い勝手がいいので、まあ、お靴もそうですけど、バッグとか一つ持っておくと結構使えるかなと思います。あとはですね、多分わざわざ写してくれとは思ってないと思うんですけど、私は見つけました。スローブイエナ15周年まんじゅうを食べたい。かわいいです。あのスローブイエナさん15周年だということで、はい、こんな感じの可愛らしいおまんじゅうがありました。おめでとうございます。ということでスローブイエナさんでした。はい、ということでですね、続きましてはスピック&スパンさんでございます。スピック&スパンさんもね、可愛いアイテムが多くてですね、ちょっとウキウキしておりますが、今季のおすすめはデニムだということで、デニムから見ていこうかなと思います。可愛いですね。見てください、スタッツがついております。今ですね、中にこんな感じでキャミソールの上に着てますけど、可愛いですね。そしてなんとじゃじゃん、こちらのデニムもサイドにスタッツがついております。可愛いですよね。ブラックデニムってやっぱり私すごい好きで、なんか普通のデニムに飽きた方とか、普通のデニムだとしっくりこないなっていう時は、ブラックデニム合わせていただくと一気に印象変わりますし、なんかおしゃれな印象になるので、私すごい好きなんですよね。ちなみにこちらのボディが着ていらっしゃるのが色違いですね。ブルーの方も可愛いですよね。デニムつながりでですね、じゃじゃん、この辺なんですが、お分かりいただけますでしょうか。ストライプのシャツとデニムが同じカラーです。可愛いですね。他のお色もシャツと同じカラーで染めてるようで、え、可愛いと思って。カラーデニムって、まあ、なかなか難しいは難しいんですけど、こんな感じであえてのセットアップ感で着てしまえば、もう上下で買いですよね。ね、可愛いですよね。あの推しカラーを着ていただいても大丈夫です。これベージュとかだったら色の感じが強くないので着やすいかなと思いますし、はい、可愛いですね。これこういうシャツとかは春に絶対使えますので、もう着てるだけで可愛いというか、ストライプのシャツって可愛いですよね。ストライプのシャツっていうのは皆さんこういう感じの、まあ、ネイビーというかブルー系選びがちなんですが、あえてそこでこういうピンクとかを選ぶと、それだけで差がつけられるというか、色を変えるだけでおしゃれ感も増しますので、まあね、ちょっとこういうの持ってるよとか、もうちょっと人とは違うんですみたいなのを出したい方だったら、こういったね色物を選んでいただくのがいいかなと思います。あとはですね、またピンクがいらっしゃいますね。でもピンクはピンクでも柔らかいベビーピンクなので、もう着やすいです、使いやすいです。この組み合わせ好きですね。このベビーピンクにちょっとチャラついたゴールドのネックレス、このバランスが可愛いですね。でこの下にこんな感じでベージュのボトムを合わせても可愛いです。ピンク着るのね、大人の女性やっぱり抵抗感あると思うんですけど、このぐらい淡いカラーであれば肌からそんな浮きませんし、ベージュとかを入れてあげるとグッと大人っぽくなるので、コーディネートもねしやすいかなと思います。また来ました、素材いい感じ。これベロアなんですけど、はい、ベロアっていうとちょっと冬っぽいイメージがあるんですが、こんな感じの淡いお色であれば春っぽいですね。可愛い。これに軽めのカットソーとか合わせると、素材と素材のマリアージュです。可愛いですよね。これが上にジャケットとか羽織っても可愛いと思いますし、可愛い。こういうピンクいいですよね。使いやすい。ピンク来ましたみたいな顔しなくていいので、うん、あ、なんかピンクが歩いてきたって言うとちょっと恥ずかしかったりするじゃないですか。そうです、ね、これぐらいだったらピンク歩いてきました感は出ないので、すごい使いやすい。あとはこういうボーダー、皆さん持ってるじゃないですか。ボーダーでももう飽きたと。ボーダー私、ね、あの5枚10枚ぐらい持ってますと、ピッチ違いで。そういう時はですね、こういうちょっと色物を入れていただく、これだけでまたね、あの人おしゃれだなっていう印象になりますよね。かわいい。やっぱ春なんでね、色をちょっと入れてもいいですよね。でもなんか春あの人浮き足立ってなっていうのはちょっと恥ずかしいじゃないですか。あの人すごい春満喫してるじゃんみたいなのもちょっと恥ずかしかったりするので、そういう時はね、こういう使いやすい大人っぽいカラーで軽さとか春のトレンドを取り入れつつ、浮かれてますみたいなのは出ないと思うので、こういう感じはすごい可愛いですね。ちょっとこれ攻めた感じですけど、可愛い。アメちゃん入れ来ました。可愛い。こういうの言い方悪いですけど、ちょっとおたわむれが過ぎるじゃないですか。何を入れていいか分かんないし、はいはい、でも可愛いですよね。アクセサリー感覚で入れてあげるのすごい。かこれ別々だけどお揃いみたいな感じですね。可愛い。こういうのをねつけられる方っておしゃれだなと思うので、こういうのアイテムもいいですよね。ちょっとねこの辺がなんかちょっとミリタリー系のアイテムが多いんですけど、こういうのさ意外と使えるのよね。私普段あんまりこういうの着ないんですけど、どうですか、似合ってる。かわいい。
可愛いですよ。そのやっぱミニスカートに合わせる丈として可愛いですね。こういうミリタリー系のアイテムってカジュアルな印象が強いので、はい、今あの松尾さんおっしゃったようにミニスカートとかそういったアイテムと合わせてあげるとカジュアルになりすぎなくて使いやすいですよね。可愛い。可愛い。そのコーデ可愛いです。本当ですか？合ってる？合ってます。ロングブーツとミニスカート。で中はここあのウエスト絞れるからウエスト絞ったらもう全然使いやすいですよね。可愛いですよね。でこの短い丈の方もありますね。ちょっと柄もが入るようなこんな感じのものありますね。で私ねこの迷彩柄をおしゃれに着られる人がすごい一番おしゃれだと思っててちょっとね着こなしたいけど勇気が出ないアイテムナンバーワンではあるんですが、はい、意外と使いやすそう。ちょっと着てみようかな。どうですか？可愛いですね。意外といけそうじゃないですか。迷彩なんか難しいイメージがあったんですけど、なんかシンプルにすれば全然難しくなさそうです。でもなんかこうね柄もねあのこっちはですねショート丈なんですけど、またちょっと色味というか柄が違うので、はい、まあなんか好みの迷彩とか見つけていただいてもいいかなと思います。あとはですねこんな感じでポロのキャップとかもありますね。キャップあるとコーディネートのポイントになるのでいいですよね。やっぱりピンクとベージュ推しなんですかね。可愛い。お揃いでどうですか松尾さん。じゃあ私ベージュで。なんでピンクたまにはつけてよ。はい、ということで今回はベイクルーズさんの春夏の展示会にお邪魔させていただきました。今回ご紹介したアイテムはすぐに買えないものもあったりしますが、春のトレンドやコーディネートの参考にしていただけたら嬉しいなと思います。私もすごい楽しかったです。発売されたらですね気になったアイテムまた爆買いしたいと思います。バイバイ。